どうもーかげやんです今日はですね、えー、自己投資していることということについてお話したいと思います。えーまあ、近況報告としましてはですね、えー、昨日ちょっとね、お客さん結構来ていただいてですね、いつもの自分の中のこう、えー、ノルマ的なことね、こういつもこう毎日こうコツコツといろいろとこう勉強していることであったりやっていることでですね、えー、なかなかでき にくい状態でもう今日今日までにやらなあかんものを優先順位としてやってですねで残りはもう省くしかなかったんで残りは省いてっていう形にこうしましたでまあまああの昨日こうお客さんたくさん来ていただいて思ったことはですねその前日にねその もういや予約がいっぱいになってることがあったんですけどそ,れその時はね、えー、もう前日にちょっとこう早めに寝てで早く起きていろいろと作業をするっていうことをしたんですけども昨日の場合は、えー、と前日にはねお客さん2人やったんですほんで、えー、気づいたらちょっともう結構な人数になっちゃったっていうことになってほで、えー、できなかったんでその時にこう優先順位つけてやったんでそのねそれが 結局その必要ではあるんですけどもその日もうどうしてもできない時を省いてしまうものがこういうふうにしていったらいいんやなということが分かったんですね。ほんでどうしても今日の朝までにやってしまわないといけないものだけこうやってしまってですねほんで、えー、次の日を迎えるということですね。で無理ししてて、ね、それをこう全部こなしてしまって こ,こ睡眠時間とかいいいいろんななこととをこう省てててしししままうっていううっっのは、えー、僕はは僕ちょよにすその無理してやっていくとそれがこう例えばほんまに連続でねすごい忙しい状態になった時にそれだんだんできなくなると思うんで、えー、そうじゃなくてしっかりとこう体を休めてだから今日はね、えー、ちゃんとしっかり寝たんでもう体調万全の状態なんですけども。 そういうい状態を作るる。方にするだからいろんな優先順位を自分の中で考えて、えー、こ,れこういうふうに絞っていってできたっていうのをそういう経験ができたことが昨日は良かったかなというふうに考えております。で今日のね自己投資していることっていうのはですね3つ言うとですねまず体作りですね、えー体。自分の体に投資しているというかね、えー、体作りをしていると。 いうこととまずその次インプットですね。インプットするためのことで、いろいろ時間とか、まあ、お金はそんなに使ってないですけども、や時間やお金を使うと、えー、いうことと、あともう一つはマネタイズですね。マネタイズはこれはね、こうまだできてないんですけども、マネタイズをするようなこう活動をしてみるということですね。これがまあ自己投資になっていくんかなというふうに思います。で えー、まずその体づくりですけどもやっぱりね健康ありきと思います昨日もねお客さんでね20代のお客さんが、えー、に来ていただいてでお話してたもう20代そろそろ27ぐらいやったんですけどももう自分で体づくりしてるんですねそのんまあ、筋トレとか他走ったりとかこうされてるんですけどその20代でねもうその。 体づくりでできてたらですね、もうかなり安全かなという感じはします。あとこれからねいろいろ知識が増えていっていろんなもの試していってですねもっともっと健康にこうなっていかれるだろうということが予想できますんでですね、えーまあ、40代50代60代と、えー、かなりこうパワフルにこう生きてい いれるだろうううなっていうのはこう想像できましたで体づくりっていうのはなるべく早くすればするほどいいとは思うんですけどもまあよく言われるのが37か8かそれぐらいからちょっとこう体づくりにこう目覚めていってですねほんでこう体づくりをしていくと、えー、老後がね老後がっていうかその。 やってる途中どんどん自分が健康になっていくんでそのエネルギーも増しますんでそのいろんな活動がねこう活発になってくると思うんですけどもえーそういう状態がこう作れるっていうことで僕はです僕もね378ぐらいからかなこうちょっとこうえ健康に目覚めたというかそのいろんなことでねこう健康な体づくりっていうのをこう。 やっっていってで去年ぐらいからこう本格的な健康の体づくりをこうしていって今かなりこの。 昨日もね、献血のですね、えー、け血液検査の結果出たんですけど全部正常値でかなりいい状態やっていうのが、えー、血液検査から分かったんで、まあ、良かったなというふうに思っております。で、えーまあ、お酒なんかが顕著でですね毎日お酒飲んでた時はガンマ GTP がね最高200ぐらいまでいった時があったんですけども昨日のね数値でいうと38やったかな、えー、それぐらいやったんでもう、えー、十分こう。 その正常値というかかなりいい状態のガンマ GTP だから肝臓の状態はかなりこうその数値でいうといい状態かなというふうに思っておりますだから体作りっていうのはこう非常に、えー、自己投資するにはかなりいいというか、えー、いろいろやっていく中でですね必須になってくるかなと思います体作りだから、えー、特にねジョギングですねランランをすることがかなり いいいいろんな意味でいいと思います体力がつくとか、えー、持久力がつくとか持久力はもちろんそうで,そうですね体力がつくっていうのはそのまあそこまでその重要じゃなくてですねそのランっていうその走るっていうことをねこう淡々とこう続けることがですね結局その何かをこう取り組む時のこう持久力がつく状態になるだからランみたいなそういうジ,ギジョギングのようなものをねこうただ単純じゃないですかこう。 右足出して左足出して右足出して左足出してそれをこうずっとやるだけのねことをこう言うたら僕の場合だと1時間ちょっと今やと走ってますけどもえそういうことができるっていうことは何かを取り組んだ時にコツコツ淡々とできるということになるんですねに繋がっていくでちょっとやっただけじゃなくてちゃんとこうもう言ったら何年も続けるっていうことですねでまあジョギングすることによってねこうすごく気分良くなったりいろんな効果があるんでね是非やっ でいいいたただけたらほいんいで走ることがちょっと難しい方はね、えー、ウォーキングでもいいと思うんですけどもウォーキングとランやってやっぱりランの方が僕は、えー、いいかなろいろこうありますよ、えー、ジョギングやとこういろんな負担がかかるんであ,のあまり良くないっていう方もおられるんですけど僕は、えー、そんなことよりもそんなことを考えることよりもですね、えー、走ることによっての得られることを考えたら走る方がいいかなというふうに考えております。 ほんでインプットですね。インプットというのは、まあえー、本とかね動画とかそういうこともそうなんですけども、えー、どっかにこう出かけていくことだから旅行みたいなところこれもインプットになると思うんですね、えーえー、去年のからコロナが、ね、こう発生してるんでですね、えー、僕も旅行は行けてないですけどもやっぱ旅行は、えー、行きたいというふうに思ってます今年はね、えーまあ、状況がどうなるかわからないですけどできれば 回ぐらいいはね、えー、行きたいなというふうふに考えております。そのために貯金もちょっとしておるんでですね、えー、まああの大して豪華な旅行ができるかっていうとちょっと微妙ですけどもそれなりにいつもよりは贅沢なね食事をしたりこういろんなね知らないところを見たりとかね、えー、そういうことがこうできるといいなというふうに思ってるんですけども旅行に限らずその休みの日に僕は結構動くようにしてるんですけどもその、えー、何かね こう新聞とか見てねこうその地域の、ねえー、催し物とかあったらそれチェックしといてです、ね、そこへ行ってみるとか結構ね無料でねなかなかこう見応えのあるものとかもありますしね、えー、行ってみるとでそこで、えー、それに対してなんかこう、えー、何かをこう、まあ、発信するっていうかねそういうのをしていくとこういいかなというふうに考えます。 でえー、最後マネタイズなんですけどもこれはですね何かこう自分がやっていってですねブログでも何でもいいんですけどもそこからこう、えー、マネタイズできるようなようにこう自分を。 自分が取り組むということですね。そのマネタイズできるように取り組む。それでそれでお金が稼げるとそれは自分を助けることにもなりますし、何かに使うことができてまたこうインプットできたりいろんなことでこう使えるようになるんでですね、うん、自分を助けるものになると思うんでそのインプットっていうのに今取り組んでます。ただ今のところだからがインプあのアあのマネタイズ状態はそんなに良くない状態です。えー、まあコツコツ続けていって、えー、磨いていってスキルを上げて って言ってでえ、いずれはこうマネタイズができるようにこうしていきたいなというふうに考えています、まあ、ネットの方ですね、ネット、他は何でもいいと思うんですけども、えー、マネタイズができるような、ネットの方がレバレッジが効くんでですね、えー、ネットをこうコツコツやって、それを大きくしていきたいなというふうに考えております。ということで、今日は、えー、地をしていること、3つですね、えー、体作り、えー、インプット、えー、マネタイズと。 ということでこの3つをお伝えしました。ということで、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。